回ってるこれ。はい、はい、どうも、りょうりょうねえさん、りゅうりです。はい、ということでですね、今日はね、ちょっともうやっちゃってます。今回はおつまみをね、ちょっといただいたんで、まず最初にこのね、おつまみで飲んでいきたいと思うんですけども、ちょっと食べたことないおつまみなんですよ、これね。プレミアムほぐしコンビーフね、これ明治屋さんのものなんですけども、先に食べてテンション上げてから今回の料理を作っていきたいと思います。はい、これね、缶になってる缶詰おつまみですね、今ね、流行りのね。今これ開けた感じなんですけど、かなりぎっしり詰まってますこれね。こう箸入れるとこんな、かなり、ね、しっかりしてますね。じゃあいただきます。はい、ハイボール用意しておいてよかった。肉質がすごいしっかりしてて、ね、おつまみって なってるので、まあ、しっかり味付けがされてますこれね。酒まで頼んでたこれ。ちょっとね、今ね、柚子胡椒を持ってきました。はい、これね、コンビーフに柚子胡椒ってめっちゃ合うんですよ。僕結構ね、やるんですけども、これを、少しつけて食べていきたいと思います。これね、胡椒もね、入ってるんでね、結構ね、スパイシーな感じになると思う。風味高くなりますこれね。これ柚子胡椒マジで合う。じゃあ皆さんもぜひ食べてみてください。使う？やる？後で食べます。これでもう一杯飲んでからにしようかなと思ったんですけども、今日はね、サムネにね載ってるものをね作るっていうのが僕の動画なので、締めにも使えるんですね。わさびバターコンビーフ丼っていうね、超簡単、誰でも作れる。コンビーフをもう100倍美味しく食べるっていう、そんなレシピを皆さんに紹介したいと思います。はい、ではですね、材料紹介いってみたいと思います。まずですね、今回の主役ですね、コンビーフ、明治屋さんのコンビーフ、で、あと調味料類ですね、バター3倍濃縮のめんつゆです。バター 10g と、3倍濃縮のめんつゆ、まあ小さじ2から大さじ1ぐらいですね、適量ですね。あと黒胡椒、あとわさびですね。あと小ネギ、これは今切ったパックのものを用意してますけど、自分で、長ネギを切ったものとか小ネギを切ったものでも大丈夫です。あと温かいご飯、これはもう軽く、茶碗一杯ぐらいですね。はい、以上の食材でやっていきます。まずですね、今回はですね、これは切っちゃってあるんで、何も切るものはないんですけども、もう本当に簡単にお手軽に、お腹が減った時にね、すぐできる超簡単レシピ。まずですね、この明治屋さんのコンビーフ、なんとですね、他のコンビーフにない特徴があるんですよ。これね、このカップのまま温められるんですね。電子レンジにかけられるんですね。まあ、どうやってやるのかというと、蓋外すとこう シートになってるんで、でこいつね、外すんですね。コンビーフがね、たっぷり詰まってるんですけども、こいつをですね、このままですよ、電子レンジにかけることができます。20秒から30秒、まあ、今回はね、コンビーフ温かくてもいいので、まあ、30秒ぐらいかけましょうか。このまま温められるんですね。これはですね、コンビーフのパッケージの中で唯一メイチャーさんのが温められるんです。コンビーフでやってみてください。20秒から30秒。この油の部分が、ね、とろけてるんですね。冷たいまんまでも、まあ、できなくはないんですけども、温まるとですね、より一層美味しくなりますので、ぜひ温めてから、これはですね、やっていただきたいなっていうふうに思います。今回はですね、このコンビーフの半分使います。はい、温まってるのでもうね、結構ね、ほぐしやすくなってます、こんな感じに。はい、冷たいとね、ほぐしにくくなっちゃうので、もう半分はですね、パートナーとね、食べていただいたり、パートナーね。コンビーフはね、こんな感じでね、盛り付けられました。まあ、じゃあまずバターいきましょうか。バターはね、5g をこの上にね、のせていきます。小ネギです。小ネギはね、たっぷりめの方がね、美味しいです。こんな感じで、で、黒胡椒、パラパラと、わさびですね、まあ、適量ですね。好きな方は、結構のせちゃって大丈夫です。僕は仕上げにですね、このめんつゆですね、3倍濃縮のめんつゆ、こちらですね、これはね、このめんつゆ、濃い味が好きな方はもうちょっとかけても大丈夫です。こんな感じで、調理時間何分ぐらい、1、2分ですかこれ。これですね、わさびバターコンビーフ丼の完成でございます。ということでですね、できましたので、食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ食べていきたいと思います。このコンビーフの溶けたバターをすくいながら、これです。いただきます。
本当にこれうまい。基本的な味はコンビーフなんですよ。バターとわさびとあと黒胡椒もかかってるんですけど、これがですねコンビーフのですね味をねすごく引き立てるんですね。あと周りに散らばめたこのネギ、あの食感的にすごくいいのでですね、ぜひこれはね入れていただければなというふうに思います。最高だから。まあコンビーフはねものすごいよく食べるんですよ。僕は好きだし保存効くんでね、買い置きしといて何もない時コンビーフ使うんですよ。スーパーが閉まった時とかすごい重宝するんですね。コンビーフを丼にするっていうのがあんまり皆さんやったことないんじゃないかなっていうふうに思いますんで、家にある調味料だけで、できてしまうので、やっぱねバターとわさびとねコンビーフの色がこんなに合うんだっていうマリアージュをね感じていただきたいですね本当に。でメジャーさんのコンビーフはね味的にアレンジしやすいんです。すごく他のコンビーフと比べて味がねそんな強くないんですよ。締めで作るって言ったのにめっちゃ飲んじゃいましたね。こちらのわさび豚コンビーフ丼、これ、ね、温めたコンビーフでぜひやってください。でとろけたバターとわさびのうまさをねぜひ実感していただきたい。皆さんぜひやってみてください。皆さん今日の動画いかがでしたでしょうか。こちらのですねメイジャーさんのコンビーフ、僕が冒頭で食べてた、ね、プレミアムコンビーフ、これですね全国のスーパーコンビニ、もしくはですねインターネットでもご購入いただくことができますので、ぜひですねこれちょっと食べてみたいなとか使ってみたいなって思った方はぜひこの概要欄に URL 載せますので、ぜひそちらをチェックしていただきたいと思います。